ファッションライバーももちが気になったキャンキャン8月号のちょい見せコーナ ー、 いいんですかこれやらせていただいても。こっそりですよ、こっそり。すごいこっそりじゃない？こっそり見ちゃいましょう。ま、なんとも明日ね、あのキャンキャンさんのこの8月号がね発売されるんですけれども、今日はねその一足早く最新号の中身をちょっとだけお見せしちゃいたいというコーナーでございます。なんか新しくない？めっちゃめっちゃ新しい。私これ見て衝撃受けた。こういうさ、やっぱリモートでね撮影、うん、やっぱこうスタジオで撮影ができない分、お家で自撮りしたものをコラージュして、うん、それを表紙にしているっていうのがすごく新鮮だなと思ったし、まあめっちゃレアだなと思った。このパニーニ食べてるで、中身さん。そうだよ、今度プライベートすぎやろ。中身さんで、中身さんで、中身さんで、中身さんでって言ってパニーニ食べてるなんかなかなか見れないでしょ。いや、見れないよね。コーナーというかページは、ページここなのよ。あの田辺の個人ページが気になったんですけど、ちょっと田辺にここをねしっかり紹介してもらおうと思って、ここを今回は選定いたしました。とってもありがとう、ももち。私のページ選んでくれて、あの部屋着を全力で楽しもうっていうね、うんうん、あのテーマを、これなんかお家の、ね、中でどうやって楽しむかみたいな話をしてるんですけど、うんうん、私は田辺はあのお部屋着も全力で可愛いものを着て、うん、あのステイホームを楽しもうということで、あの部屋着を紹介してます。可愛い。そう、ありがとう。めっちゃ可愛いね。プライベートスプーンズクラブさんっていうところのね、あのパジャマのブランドがあるんですけど、大好きなんですよ。可愛いね。そう、シルクでできてて、なんか肌触りもすごい良くて、なんかちょっとね自分 の、 あのご褒美の時にね買ったんですけど、うん、着用してて、え、欲しい。なんかね、可愛い、あの外で着るときって、お洋服着るときってちょっとカジュアルな格好とか私多いんですけど、うんうんうん、なんかお部屋だからこそこういうギンガムチェックの女の子らしいものを着たりとか、なんか存分にガーリーなね気持ちを楽しむのが、うんうん、あのお家だったらおすすめだよっていうことでこういうコーデにしました。あとね、見てほしいのここ。そう、これがね私めっちゃ気になって今回選定させていただいたんですけど、芸人の七曲り森下さん の、 あの架空芸能人モノマネっていうネタがすっごい面白くて、なんかあの細巻き赤飯みたい な、 なんか気持ち悪い料理を作ってるのを見て、言うね、私もそういうのやりたいって思ってやりたいと思うんだ。そう、でそっからタコのプリズンブレイク、これはたこ焼きからねタコがね飛び出してるの。いや、わかるよ、逃げようとしてるとか。いや、わかる、これ見てそれはわかるけど、なんでこれをやろうと思ったかっていうのもちょっと気になりますけれども、はい、次がですね64ページの現場のないハロータライターの生活、はい、これももちの、もうももちのための企画みたいな。もうわしやんと思って。わしやな。そう、ハロータっていうのはハロープロジェクトのオタクのことをハロータっていうんですけど、うんうん、私ずっと前からハロープロジェクトオタクなんですね。そうだよね。めちゃめちゃハロープロが好きなんですけど、これで私的に気になったのがですね、うん、右上の丸1、ツアー T シャツを推しカラーに染めた。これやばくない？オタクすぎない？え、だってもともとさ、もともと白の T シャツをさ、推しが好きすぎて真っ赤に家で染めちゃったんだよ。これはなかなかね、本気の本気ですよ。やばくない？もう、どう、え、後藤さん後藤さん、ぜひあの友達になりたいです、ね、後藤さん、モーニング娘。のね、大ファンなんですよ。え、ちょっと待って、モーニング娘。の佐藤まさきちゃん知ってる？私佐藤正樹ちゃん推しなんですけど。あ、え、推しかぶりしてる。ちょっとこれをまたちょっとコラボ配信とかしてください。え、やばい。え、びっくりなんですけど、佐藤正樹ちゃん本当に可愛いですよね。あ、ちょっと、うんうんうん、今度お話ししましょう、ね、ぜひ。じゃあお次のコーナーとこにね、ページに行ってと思います。70ページです。お、これね、すごくない？このページ、ずんだでゆるトークっていうね、うん、企画なんですけど、うんうん、プライベート感満載な、うん、この画像がすごいリアルでいいなと思って、ね、すごいリアル。こんな、ね、ワンコをね、そうそう、2人とも抱いてワンちゃんめっちゃ抱いててさ、ね、すごい、いろいろワンコについて語ってます ね、 ね、サロモさんなんだって。通りで可愛いわけ ね、 通りで可愛いよ ね、 ね、いや、すごいな。ね、なんかリアルじゃない、モデルさんとかじゃなくてサロンモデルさんっていうのがめっちゃリアルで、ね、いいなと思った。このお二人もなんかね、あの喋った動画とか上げてるみたい。え、そうそうそう、すごい面白い。すごい、私も撮影でお会いしたことあるんやけど。そうなんだ。めっちゃ面白いね、お二人でしたよ。いや、ここいいね。でもやっぱりこれを見て美容を学んで、うん、あのワンちゃんを癒されて自粛を過ごしたいですね、うんうんうん、素敵なページが本当にいっぱいだったので、皆さん明日はね本屋さんでぜひキャンキャンを、ね、見つけてみてください。これは見るべきです。本当にマジで見るべき、うん、しかも表紙分かりやすいね、なんかコラージュしてあるから、ねね、見つけやすそう。すぐ、そうそう、見つけやすそうですね。ということで、以上ファッションライバーももちが気になった明日発売、キャンキャン8月号のちょい見せコーナーでした。みんな買って